日報ネンサスは、タケノコ外科に分類される海産の巻貝の一種。タケノコ外科としては小型で、拡張3 5ト、mm、ル前後。殻は、細長い陶形、灰紫色で縫合下に黒褐色の斑点が並ぶ、白帯があり、周焉と水管後部にも白色帯がある。暴走半島以南の熱帯西インド太平洋に分布する俗名、ハスチュラは、ラテン語のアスタニ。 小ささを表現する指障子、指正字裏をつけたもの。種照名の日本サスは、日本に産地を表す設備時、エンサスをつけたもので、日本産の、のい。長官大下部から水深20メートルの再査底に、生息する。本家のものは肉食性で、捕食の際に用いる毒占を持つものと書くものとがあるが、七学外属ハスチュラは、毒占を持つとされる。原木祭では、 ストリッチレータの足として記載されたが、現在では相互に独立した別紙と考えられている。また過去には、ハスチュラルフォープンクタートなどや、その異名とされるハスチュラデベルサの学名で扱われたこともあるが、あばらの状態などから別紙と考えられるようになり、日本近海三海類図鑑第2版では、ハスチュラ SP の表記で、学名未確定の種として図示された。 しかし実際には、上記の通り、相模湾産のものが1971年に日本年室の名で記載されており、これが市地区外の有効な学名であるとされる。インド太平洋には方法下に褐色藩を並べる類似種が多く、隠蔽種も存在するとされるため、同定は難しいこともある。それらのうち日本近海からは以下のような種が知られる。 ハスチュラキーインシス小笠原市地区ハスチュラ小笠原な。ありがとうございます。